カットを割って演技させると面白いしドラマチックなんですけども、ほんのちょっと緊張感がそがれるんですね。ガンダムではですね、できるだけカットを割らずに1カットの秒数が通常のアニメ 2.5 秒から3秒ぐらいでカット変えてるんですけど、ガンダム5秒ぐらいのシーンがやたら多いんですよ。皆さんこんにちは。今回も岡田斗司夫さんの機動戦士ガンダム解説。今回は第8話戦場は荒のカラカット割りや作画についての解説となります。それではご覧ください。一方ですね、ホワイトベースの中ではジオンに対する騙し討ちですか、作戦がうまくいったんでですね、ブライトさん大喜びです。でここは内容的なことというよりは作画演技を見てほしいんですけども、ブライトさんがですね、これはフラウボがガンダムですって報告したら、セイラさんが冷静通り作戦通りよ、アムロは後ろからって言ったら、ブライトさんすごい嬉しそうに、よしホワイトベースは火力を前面にのみ集中すると、各員前方のマザラアタックを撃破せよっていうセリフのシーンなんですけども、この余裕の表情ですね。普通ですね、これアニメ演出で言えばカット割るんですよ。カット割るっていうのはどういう意味かっていうと、うまくいったらうまくいったぞという笑顔のシーンになって、次に別カットでこういうふうに指さして前面のみに火力を集中するというと、まあ少なくとも顔の方向を変えるぐらいやるんですね。ところが安彦さんのですね、演技付けっていうのはワンカットの中でこの横目で喋るということだけで余裕を出すんですね。つまりパニクった人間っていうのは正面から見るんだけども、余裕があるときは目線で指示をするというような演出がここで効いてるんですね。本当は割った方が意図は子供にも伝わりやすくなります。例えば極端な話、思い通りにいったらよしっていう風にやったらすごい分かりやすくなるんですよ、まあ、これ極端な例だ。それだけで何しろ唇がちゃんと上がってよし思い通りだっていうセリフを言って、それからなんかこうパッと変えて大きく指示をする、顔のアップからロングのシーンとかになるとすごく分かりやすくなるんですけども、ところがカット割るとですね、ドラマチックにはなるんですけども、見てる側の緊張感っていうのはちょっと切れちゃうんですね。なんでかっていうと、実写でもよく長回しっていうのやりますね。例えばアンタッチャブルという映画では、アルカポネが出てくるシーンは必ず長回しで始まるんですね。長回しで、アルカポネの髭を剃ってるシーンを天井から撮って、それがだん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 カメラが回転して寄ってくると。本来だったらばそれってワンカットしてするよりはカメラ映像を割ってカットを割って撮った方が分かりやすいんですけども、なんでその長回しをするのか、あるいはアルカプノのところに経理係が報告行くときは階段の下のお盆からトーストとかジュースとかを持ったホテルの従業員がこう上がってくるところでドアをくぐり抜けて、でなんかこう検問くぐり抜けていってずっと朝ごはん運んでったら会計係が行って書類にサインしてそれを載せてまたドアをくぐり抜けてアルカプネが住んでるベッドルームに行くと、なんでこれをワンカットで撮るのかと、相馬慎二さんって日本の監督もよくやるんですけど、何かっていうとワンカットは緊張感が宿るんですね。実写映画でワンカットを撮ってる時、最初気づかなくても僕たちの心の中であれカット割ってないということでなんかねちょっと息を溜めてるみたいな緊張感があると。アニメでも同じなんですよ。カットを割って演技させると面白いしドラマチックなんですけども、ほんのちょっと緊張感がそがれるんですね。なのでガンダムではですね、できるだけカットを割らずに1カットの秒数が通常のアニメ 2.5 秒から3秒ぐらいでカット変えてるんですけど、ガンダム5秒ぐらいのシーンがやたら多いんです。それはなんでかっていうと緊張感をそぎたくないので、こういう微妙な日常演技で目線を切り替えるとか、そういうやり方で緊張感を保ったままお話を見せてる。ここら辺がその安彦演技のさせ方のうまさですね。ここら辺は富野さんのコンテでいくら描いても絵描きがうまくないとこの表情は出ない。あと同時に後ろの方でですね、力なくげんなりしてるリードさんと手前でですね、自信たっぷりのブライトさんと存在感のサイズをそのまま絵のサイズで見せてしまうというですね、北朝鮮のなんか宗教絵画みたいな感じになってるので、こういうふうな見せ方もね、さりげなくてすごくうまいですね。
はい、お疲れ様でした。無料はここまでです。最後にあの見せたあのブライトさんの演技いいですよね。ちょっとあの白目があったのが残念ですけども、もうあれはもうあの塗りミスなんですよね。結局キャラクターってどの色で塗るのかって、僕らはもうアニメっていうのをずっと見てる側だから正しいものを一瞬で見分けられるんですけども、ガンダムの頃ってやっぱりなんだかんだ言ってもセルの裏から色を塗ってると。でそれも誰が色を塗ってるのかっていうと、当時よく言われたのが伝説巨人イデオンのキャンペーンの時にですね、そのキャンペーンの宣伝部長だった人に僕はもう本当にとうとうと言われたんだけども、お兄ちゃんたちがねもうね楽しそうに見てるアニメは若者もんと思ってるだろって、違うんだよ、そうじゃなくてアニメっていうのは東北のねおばちゃんたちがね農業しなくてもいい秋とか冬とかに色塗ってくれるんだよ、だからもう本当に10月11月だから11月12月1月ぐらいはアニメのセルの生産が上がるんだけども、3月4月になってくると子供が幼稚園に行く、新学期が始まる、お弁当作んなきゃいけない、そしたらおばちゃんがもうセル塗ってられない、昨日までは100枚塗ったけど今週からは50枚にしてくれっていうふうに言われるんだと。だから春休みのアニメはちゃんとできるんだけど、ゴールデンウィークのアニメはできないし、夏休みのアニメは枚数が少なくなるんだって言われて、もううわそんな事情があったのか、まあ野辺さんっていうですねサンライズの宣伝プロデューサーなんですけども、それ言われてですね、まあまあまあ、あなんか自分らだけで、自分らとあと東京にいるセンスのいいお兄さんとか大人だけでアニメ作られてるんじゃなくて、こう日本中の人たちがアニメ作ってるんだなっていうのを思ったんですけども、だまあそういうそのもう今はまあまあでも当時のガンダムだから本当にそうだと思うんですね。東北かどうか知りませんけど、東北のおばちゃんたちが色塗る時にですね、あこれはブライトさんだから白目はないわって考えるはずがなくてですねあらこれ塗ってないじゃないのダメねって言って塩をこう自分で塗っちゃうと。それをまあまあ試写で見、試写というかですねラッシュっていうんですけど、フィルムが一応上がってた状態で、上がった状態で見た時にやっぱあの演出とかですね、演出上司がチェックするんですよ。今日は何カット上がったとかですね、ガンダムあの前半10分分上がったと言ったら、そのまあユニットごとに見るわけです。ユニットごとにガーッと見たら、その度ごとに色パカがありました、色の間違いがありました、あとセルの置き違いがありました、あと背景が逆の方向に引っ張ってました、もうありとあらゆる想定外の間違いが起こるわけですよこんな間違いどうやってするんだっていうの間違いが起きるわけで、それをですねその重要度から順に直していくわけです。いくらなんでもこれはっていうやつを直して、次にこれはなんかねひどいよねっていうのを直して、最後の方になってきたらブライトさんの目白かったよねとあれどうするって言ったら、まあ富野さんには悪いけどこれはもう通しちゃおうかってみたいなものになって、表情はせっかくいいんだけどもちょっとあの白目のブライトさんっていうのはできてしまうと、まあ、そういう事情なんですよ。ああいうですねブライトさんの顔で演技させるのって、悪く言えば顔漫画って言って言うんですけども、漫画の不良漫画、一昔前大前ですけどビーバップハイスクールとかが流行った時にやたらヤンキー漫画が流行ったじゃないですか。でヤンキー漫画って顔のアップばっかり出てきてるんですよ。で顔のアップでやんのかこらって、そしたら別の顔が出てきて なんだととかぶっ潰すぞとかなんだとっていう顔のアップだけ出てきてると。でこの顔のアップだけでできてる漫画っていうのは漫画家にとって描きやすいし、適当に緊迫感も出るので、いまだになんかこうそれやる人って結構多いんですよね。レディースコミックなんか見たら本当に顔漫画もかなり多いんですけども、これあんまりやりすぎるとあまりに楽でですね、アニメーションとしてあんま面白くなってくるんですね。最近僕が見た例でこれすげえなと思ったのが、この間までテレビでやってたですね、まあテレビというかネットフリックスでやった銀英伝なんですね、銀河英雄伝説、銀河英雄伝説って顔アニメなんですよとにかく何かというと顔がアップになってファイエルとかですねミサイル発射ってやってるんでですね、こりゃ現場はなんかとんでもないスケジュールでやらされてるからもう顔アニメにするしかないんだろうなって思ったんですけども、まあまあまあブライトさんの演技はですね、そういう顔、実は顔アニメで顔だけで演技させてる楽なやつなんですけども、ちょっとした目線を動かしたり後ろにですねリード注意のちょっとげんなりした表情を入れるというふうなことで、なかなかいいカットになってるな、名シーンになってるなというふうに思いました。岡田敏夫さんの解説いかがだったでしょうか。こちらからアップグレード情報です。動画内でイデオンのキャンペーンの話が出ていましたが、実は岡田さんは当時イデオン劇場版の宣伝特番に出演しており、動画内でのアニメ作画に関する説明もその際受けたものだと推察されます。今ではありえないつながり法ですよね。今回の動画は以上となります。
それではまた次の動画でお会いしましょう。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。